すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はちょっと変わった二郎系ラーメンがあるということで駆けつけてきちゃいました。ドン。 JR 秋葉原駅から徒歩10分くらいのところにあります100年本舗秋葉原総本店さんにお邪魔してます。こちら100年本舗さんは塩ラーメンで有名で、イベントでもよく出店している麺屋総さんのグループ店で、毎月個性的な限定ラーメンなんかも出している有名なお店なんですけども、今回とある二郎系好きのアイドルの方とコラボしてマリカの餌なる一杯を提供しているということで、今日はそのご本人もいらっしゃるということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで店内入ってまいりました。あ、いる、いたいたいた、よろしくお願いします。お願いします。お祭り系アイドルユニットフェスティブの南マリカです。せーの、わっしょーい、よろしくお願いします。わー、超フレッシュ、よろしくお願いします。ありがとうございます。すすると申します。というわけで改めまして、南マリカさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、あの、すするラーメンなんですけど、はい、南マリカの餌っていうメニューと聞いてきたんですけど、はい、どういうことなんですか？いや、あの、私結構あの二郎系ラーメンがすごい好きなので、二郎系イコールなんか結構豚の餌とか言うじゃないですか。言われますね。で、その今回あの100年本舗さんとコラボということで、なんか100年本舗さんもともと二郎系じゃないんですけれども、はい、コラボラーメンが二郎系なので、その二郎系っぽさをなんか名前に出したいなと思って、今回あの南マリカの餌っていう名前に全面的に押し出してきました。全面的に押し出しましたなるほど、はい、というわけで100年本舗さん、今回は南マリカさんのコラボメニュー、南マリカの餌を2人ともプッシュしました。結構あの普段から二郎系とかラーメン汁とか行かれるんですね。はい、結構あの元々あのお兄ちゃんがすごい二郎系が好きで一緒に行ってたんですけど、最近はもう好きすぎて一人で行ってます。え、ソロでも行くの？あ、ソロで行きます。マジっすか、すげえソロで。女性のソロは結構ハードル高くないですか？そうですね、結構あの男性がめっちゃ並んでる中に女性一人で並んでます。マジかよく行かれる店舗とかあります？あの、私蓮見新町一丁目店がすごい好きで。おうおうおう、はい、じゃあ、あの極太のボキボキの麺を。あ、そうです、もうゴワゴワでもうすごい食べ応えのある麺がすごい好きなので。蓮見とかもガッツリ全部食べるんですか？ガッツリ全部食べます。すげえな、痩せてるじゃないですか。いや、痩せてないですけど痩せてるでしょ、まあ、俺の前でそれ言ってました。アイドル活動されてるから、はい、やっぱダンスとかも日常的にしてるから、それでしっかりと維持できてるみたいな感じなんですか？そうですね、あと麺少なめにしてちょっと野菜増しにすることが多くて、もうヘルシー、はい、ヘルシーラーメンですか、ね、ヘルシーラーメンだと思って食べてます、うん、二郎ダイエットです食べるのが好きって素晴らしいなと思いながら待ってるぞ。こちらが100年本舗さんの南マリカの餌です。うひゃーん、味のついていそうな色の油にどでかい豚がドドンと鎮座。そして豚型のナルトが可愛いぞってことで、いただきます。いただきます。ではまず油を絡めた野菜、少しくた気味のゆで加減の野菜とほんのり味のついた油はナイスな組み合わせ。パクパクとリズミカルに食べ進めていきます。さて、ここで南マリカさんのすすりを見せてもらいましょう。もうしっかりすすり切るスタイルなんですね。はい、さすが。やっぱすすり切るスタイルですね。食べ慣れてる感もありますね、やっぱ。もう食べるのは大好きでやっぱ二郎とか二郎系すする時ってこうなんか黙々とすする感じになっちゃいますよね、どうしても。そうなんですよね、はい、どうしてもちょっと喋らなくなっちゃいますさあ、お次はでっかい豚をガブリー。ぬまーん、肉質しっかり系のタフな食べ応えで味しみも程よい、ガブガブいけちゃうやつ。野菜も進みます。ではいよいよ底の方から麺を引っ張り出し、はい、軽くスープと絡ませたらすする。どうも、喉越しのいいすすりやすい麺で、スープもライトなので二郎系初心者の方でもすすりやすそう。そしてここでマリカさんからの大サービスでいただいた生卵を発動。卵黄のマイルドなコクをプラスさせてお祭り男発動です。さて、もう一つサービスでいただいたカラーブラー、こちらを絡めてすすってみると結構辛くて刺激的なパンチがナイスアクセント。思わず可愛い豚ちゃんなるとも食らっちゃいます。てな感じでどんどんすすりのペースを上げていくと、あっという間に本日も完食です。
大変美味しくすすれました。二郎系初めての方でもすすりやすいのではないでしょうか。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。南マリカの餌を100年本舗さんでいただいたんですけども、すごくこう、まあ、ライトですごい食べやすい需要系っていった感じで、まあ、意外とサッと僕はいけちゃったんですけど、後半あの豚の大きさにやられました豚結構ね厚切りで、そうなんですよ、豚が結構厚切りで、うん、味玉もあのミニだと2個入ってるんですけど、女性にはちょうどいい。そうっすね、で野菜も結構たっぷり入って、うんうん、味付きの油もついてるんで、はい、野菜と油絡めつつ極太でかい豚にちょっとかじりつきながら、かじりつきながら途中で、ね、あの生卵を楽しみつつ、はい、最高の一杯でした。はい、美味しくいただきました。ちなみにこの、はい、南マリカの餌はいつまで販売してるんですか。9月末まで、9月末まで、はい、秋葉原の100年本舗専門店さんでいただけると、はい、いうことで、ちなみに昼夜で限定15食ずつらしいので、はい、そうです。ちょっとこうすすりたいという方はぜひお早めに行っていただければと思います。お願いします。ちなみにマリカさんの方から何か告知はありますか。はい、私フェスティブっていうグループに入ってるんですけれども、はい、9月30日に新パクデイドリームを新しくシングルでリリースしますので、うん、ぜひ公式ホームページをチェックしてぜひ CD 買ってもらえたらなって思います。なるほど、よろしくお願いします。いや今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、100年本舗秋葉原総本店さん、100年すすっても大丈夫や、うまい。さあというわけでね、今撮影を終えまして100年本舗さんから出てきたところです。そして、テイクアウトメニューもねやってるということで、こちらのフルフル麺っていう、歩きながらすすれてしかもちょっとなんか振ったりもできちゃうみたいな新しいテイクアウトメニューがあるらしいんで、ちょっとこれもすすってみます。というわけで歩きながら食べるラーメン初めてかもしれない。振った方がいいのかな、なんか振んなくてもそのままいけるっつってたから。トッピングもいくつか選べて、僕はあのカレー味のラーメンにマヨネーズと味玉をトッピングしました。結構ジャンクそう。いただきます。マヨネーズ絡んで結構すごいことになってる。すする、うん、なんか手軽に食べれていいねこれは。うん、カレー味とマヨネーズもよく合う感じで、味玉めっちゃトロトロなんだけど、うん、想像としてはこんな感じじゃない。だからこうやってしいな、ほんとマジみんな新しいもの考えますよね、ほんといろいろと。というわけで100年本舗さんね、こういうテイクアウトメニューもやってるそうなんで、まあ、忙しくてねこうお店ですすれないっていう方はね、ちょっとこうお店に寄ってこのテイクアウトメニューを買ってみたいな、そういうのもありかもね。うん、ごそれ。